皆さんこんにちは。大分のマコパクファミリーです。私たち家族は2024年春家族で初めての韓国旅行に行ってきました。フリープランでインチョン国際空港からソウル駅までの電車、そして地下鉄を乗り継ぎ、2泊3日サポートなしでソウル市内を観光してきたので、初めての韓国旅行でたくさん失敗を経験してきました。この動画ではこれからインチョン国際空港を利用して初めて韓国旅行に行かれる初心者の方向けに、私たちが実際に経験した失敗談をもとに、知っていれば安心な出発前の基礎知識を解説していきます。インチョン国際空港は私の想像をはるかに超えるものすごい大きな空港で、飛行機が到着すると空港内はたくさんの人でごった返していて、入国審査は長蛇の列になっていました。所要時間が気になると思いますので参考でお伝えしておくと、私たちは飛行機が到着してから入国審査、手荷物受け取り完了までに約1時間かかりました。インチョン国際空港でびっくりしたのは、飛行機を降りて長い通路を歩いた後にシャトルトレインという電車で入国審査、手荷物受け取りの場所まで移動したことです。空港内を電車で移動する概念がそもそもなかったので、私は普通の電車と勘違いしてしまい、まだうちら手荷物受け取ってないんやけどどうするん、といきなり慌ててしまいました。これから初めてインチョン国際空港を利用する方は、飛行機が到着した後、入国審査、手荷物受け取りの場所までシャトルトレインで移動すること、そして手荷物受け取りまでには約1時間程度かかる可能性があることをぜひ頭に入れておかれてください。インチョン国際空港を利用してソウルへ移動する場合、ネットにもガイド本にも ALX という電車が出てきます。 ALX は空港からソウル駅までを結ぶ空港列車で、ノンストップの直通列車と各駅停車の一般列車の2種類あります。オレンジ色の看板が直通列車、青色の看板が各駅列車と覚えておくと分かりやすいと思います。私たちは行きも帰りもオレンジ色の看板が目印のノンストップ直通列車を利用しました。インチョン空港第一ターミナルからソウル駅までの所要時間は約40分でした。 ALX は車内にスーツケースを置くスペースがあり、座席も窮屈感なくゆったりと座れました。移動の音も静かで日本の新幹線のような雰囲気で、ゆったりとした時間を過ごすことができました。そんな快適な ALX のチケットについて、私たちが困ったことを1点お伝えします。入国審査が終わった後、お腹が空いていたので空港内でのんびりご飯を食べた後、私たちは地下1階にある ALX の自動券売機に向かいました。そして ALX のチケットを購入しようとしたところ、次に来る直通列車のチケットはすでに売り切れになっていました。直通列車は1時間に2本程度の運行のため、私たちは次の次に来る直通電車のチケットを購入し、空港でさらに1時間以上待つことになりました。これから ALX を利用される方へのアドバイスとして、 ALX は指定席なので、私たちのようにギリギリでチケットを購入する場合、売り切れの可能性があるということを知っておいてください。入国審査が終わり、手荷物を受け取って空港でランチを楽しんだ後に ALX で移動しようと計画されている方は、ランチの前に ALX のチケットを購入しておくと売り切れの心配なく楽しめるのでおすすめです。 ALX のチケットは第一ターミナル地下1階で購入する以外に、スマホからも予約購入ができました。スマホからの予約購入はいちいち地下1階まで移動せずに
チケットを購入することができたので超便利でした。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ参考にされてみてください。Tマネーカードとは、地下鉄、バス、タクシーなどで利用できる交通系 IC カードで、日本でいうイコカ、スイカみたいなやつです。私たちはソウル駅からホテルや観光スポットへの移動で地下鉄を何回も利用したので、 Tマネーカードが超便利で大活躍しました。 Tマネーカードを実際に使ってみて、初めにチャージすれば地下鉄に乗るたびに乗車券を買う必要がなく、日本の定期券のような感覚でピッと改札にかざすだけでスムーズに地下鉄移動ができて本当に便利でした。初めての韓国旅行で地下鉄、バス、タクシーを使って移動を計画されている方は、 Tマネーカードを購入することをお勧めします。 Tマネーカードは空港以外でもコンビニなどで購入できるとガイド本には書いてありましたが、チャージの方法など困った時に流れを分かっているスタッフが多いという点で、空港で Tマネーカードを購入するのが一番いいと感じました。ちなみに Tマネーカードの販売機は、第一ターミナルでは地下1階、ブルーの看板が目印の ALX 各駅列車の改札横にあります。またお子さん連れのご家族の方にもう1点補足ですが、 Tマネーカードを販売機で購入チャージした後に、空港内コンビニでお子さんのパスポートとTマネーカードを提出すると、子ども料金が適用されるカードに切り替えてくれるようです。ちなみに私たちは韓国旅行が終わった後この事実に気がついたので、旅行中は子どもたちも大人用 T マネーカードを使って大人料金で地下鉄を利用しました。この動画を見ているパパ、ママさんは T マネーカードで子ども料金を適用させるにはコンビニでパスポートを提出して切り替え作業が必要ということをぜひ知っておいてください。ワウパスは外貨両替、現金決済、クレジットカード、交通カードの機能を持つオールインワンカードサービスです。私自身、出発前に韓国の情報を調べていて、よくワウパスという文字を目にしたので、このカードは作った方がいいのかな、どうなのかなと疑問に感じていました。結論から言うと、クレジットカードを持っていかれる方は無理してワウパスカードを作らなくても不便さは感じないと思います。実際に私たちはワウパスカードは作らずに、クレジットカードと現金で2泊3日の観光を楽しみましたが、全く不便さは感じませんでした。初めての韓国旅行でクレジットカードを持っていない方はワウパスカードは必要だと思いますが、クレジットカードを持っていかれる方は無理してワウパスカード作らなくても不便さはないことをお伝えしておきます。逆に T マネーカードは地下鉄などの利用時にめちゃくちゃ便利だったので、 T マネーカードは作った方がいいと覚えておいてください。最後に韓国ウォンの両替について良かった点をお伝えしておきます。私たちは韓国に着いてからの手間を省くため、韓国出発前に外貨宅配サービスを利用して韓国ウォンに両替してから韓国へ出発しました。結果的に日本国内で両替しておいてとても良かったなと感じました。前にお伝えしたように、韓国に到着してからはインチョン国際空港の広さに戸惑い、 ALX のチケットは売り切れになってたりで、ガイド本では分からなかった事態がたくさん出てきました。そんな状態だったので、韓国に着いた時にすでに韓国ウォンを持っていて両替の手間が省けたことはとても大きかったです。
これから初めて韓国に行かれる方は、外貨宅配サービスを利用して日本国内で韓国語に両替してから出発するという方法も選択肢の一つとして検討されるといいと思います。実際に私たちが利用した外貨宅配サービスも概要欄にリンクを貼っておきますので、参考にされてみてください。はい、というわけでこの動画では、これからインチョン国際空港を利用して初めて韓国旅行に行かれる初心者の方向けに、私たちが実際に経験した失敗談をもとに、知っていると安心な出発前の基礎知識をお伝えしました。この動画を見て予習することで、出発前の不安が一つでも解消されることを願っています。また初めての韓国旅行 Vlog は別動画で発信しますので、ぜひ合わせてご視聴いただけると嬉しいです。マコパグ TV、 また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。